旧駅舎山手駅は神奈川県横浜市中区山和町2丁目にある東日本旅客鉄道根岸線の駅である。駅番号は JK08。山手を名乗る駅は本来山手地区に近い位置に山手町駅として予定されていたが、石川町の住民の運動により同駅は石川町駅となり、結果当たり駅が山手駅を名乗ることとなった。 元来の山手町は東駅より北側の石川町駅よりにあり、駅周辺とは全く別の地区である。東駅所在地はかつての倉木郡根岸村であり、周辺の町名は縦の、竹の丸、中尾台、矢口台、豆口台など多くは根岸村寺に由来する。開港時における外国人居留地としての歴史と伝統を持つ山手町の最寄り駅ではなく、 むしろかつての根岸市の一部ではあるが、横浜市街の山手となった地区の最寄り駅である。駅名が決まった際には、山手地区の山手東部町内会が、山手に来る人々が当駅で間違えて降りてしまう、危険性があることを理由として、当駅を山手にしないよう国鉄に請願を出したという。当駅ができる前、この辺りの人々の交通はもっぱら、横浜市電に頼っていただけに、 当駅の開業は画期的なことであった。反面、駅の北東にある大和町の商店街は、駅の南西の豆口方面からの人々が、市電に乗りに行く途中にあって栄えていたため、当駅が開業すると一転して錆びれることとなった。かつて、全国で唯一広告のない駅として知られていたが、民営化に伴い広告を設置した。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。 石川町方の第2地区の丸トンネルトンネルシカの矢口大トンネルに挟まれた500メートルにも満たない地上空間に位置する。駅の下を何本もの道路が通り、ガードが作られている。近隣駅とは全く違う風景が広がっているのが特徴的である。開業当時に作られた旧駅舎は横浜方の高架下にあり、各ホームの横浜方の端から階段で連絡していた。 構造上のネックのためにエレベーターやエスカレーターは設置されてこなかったが、2011年からバリアフリー加工事が始まった。駅舎を大船方に約50メートル移し、上下線ホームに一機ずつエレベーターを、大宮方面ホームにはエスカレーターを設置。新駅舎は2013年3月24日に開業した。今後旧駅舎は解体され、 高架下は JR と横浜市で活用される。駅前広場の拡幅も予定されており、2017年の整備完了を目指している。なお、構造上ホームオーフナの先端部分には、スピーカーがほとんどなく、発車メロディーや放送がほとんど聞こえない。業務委託駅。駅舎内部には、自動券売機、自動改札機などが設置されているが、新駅舎移転後も、 指定席券売機は設置されておらず、指定券類を購入する場合は隣接する石川町駅もしくは根岸駅の利用を呼びかける案内がある。緑の窓口は旧駅舎での営業終了とともに閉鎖された。売店は旧駅舎の改札街に列ヨスク山手1号店があるが2013年3月29日をもって閉店した。現在はニューデイズがある。 JR の特定特市内制度における横浜市内の駅である。2020年度の1日平均乗車人員は13,795人であり、根岸線内では最小。当駅の周りには、商工学院中学校、高等学校、神奈川県立横浜緑が丘高等学校や、横浜国立大学教育学部付属横浜、 小学校など電車で通学してくる児童、生徒を多数抱える学校が散在しているため、特に朝ラッシュ時には大変混雑する。近年の水位は下記の通り。駅周辺は住宅街となっている。駅前は狭く、周辺の道はほとんどが狭い路地のようなものである。横浜の山手地区は港の見える丘公園や外国人墓地などを有する観光スポットだが、 これらの最寄り駅は JR 石川町駅と港未来線元町中華街駅である。駅は北側が大和町2丁目、中央東側が縦の南側が矢口台に位置し、西側は中尾台と複雑にまたがっている。駅前広場は狭くバスロータリーなどは設けられていない。駅の改札を出て正面の横断歩道を渡ると、 バス乗り場が2つ設けられており、ここに横浜市営バスが運行する路線バスが発着している。なお、バス停留所名は山手駅前である。ありがとうございます。